昨日午後10時40分ごろ、丸山動物園の造舎の様子です。次の瞬間、アジアゾウのパールが赤ちゃんを産んだ瞬間です。その後、パールは赤ちゃんを立たせようと足で支えたり、赤ちゃんに授乳する姿も確認されました。赤ちゃんは全長90センチ、体重90キロ程度とみられていて、性別は分かっていません。 赤ちゃんの一般公開は様子を見ながら1か月後となる見通しで同時に愛称も募集する予定だということです。